うこさめは、中華人民共和国出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーは、長広志、金曜。2014年、2015年世界ジュニア選手権、優勝。趣味の一つに日本語を学ぶことを挙げている。2014年 NHK 杯では、SP の記者会見での受け答えを流暢な日本語で、こなし、報道陣を驚かせた。 行動人からの日本語をどうやって覚えたのかという問いにはアニメとか見て少しずつ覚えちゃって多分私はすごい好きです文化とか色々いろいろなものが好きです少しずつ学んでいますと独学で習得したことを明かした一番好きなアニメ作品は何かとも聞かれたが数えきれないほどのアニメを見てきました何百ものアニメを見ましたと答えた 2008年から金曜とペアを組む。2009年の全国花様なめ、表金表彩で4位に入るなど、国内の競技会で成績を残し、2010年、世界ジュニア選手権に出場し8位となるが、中国の2つの出場枠しかないところに誤って3組、出場しており、中国選手で最も低かった、う、金組の成績が取り消された。 改めて国際競技会デビューとなった2010、2011、ISU ジュニアグランプリオーストリア杯で3位。続く、ISU ジュニアグランプリチェコスケートで優勝を果たした。チェコスケートでは3位で、ジュニアグランプリファイナルへ初出場し3位に入った。2011から2012シーズンは、ジュニアとシニアの掛け持ちで、両、グランプリシリーズに出場。 世界ジュニア選手権では同じコーチの下で練習をしている随分性半層組に次いで銀メダルを獲得した。翌シーズンの世界ジュニア選手権では SP1 位だったが FS でイとなりメダルを逃した。2013から2014シーズンの国際大会で全勝しジュニアグランプリファイナルと世界ジュニア選手権両方で初優勝を飾った。 2014から2015シーズンよりシニアクラスに完全移行。中国杯では銀メダルを獲得した。NHK 杯では銅メダルを獲得し、グランプリファイナルへも進出した。世界ジュニア選手権では2年連続2度目の優勝を果たした。2015から2016シーズン、中国杯では銅メダルを獲得した。NHK 杯では銀メダルを獲得し、 グランプリファイナルへ2年連続進出できた。その後、4大陸選手権では、銅メダルを獲得し、初めて表彰台に上がることを果たした。2016年4月26日、うこさめ、金曜組と方ほど、蝶広組との間でペアを組み替えることが、発表される。うは、金曜とのペアを解消し、蝶広と新たなペアを組むこととなった。 2016から2017シーズン、スケートカナダで銀メダルを獲得した。続く中国杯では、グランプリシリーズ初優勝を飾った。三度目の出場となった、グランプリファイナルでは、銀メダルを獲得した。アジア冬季競技大会では2位である方ほど、金曜組に20点以上の差をつけ、金メダルを獲得した。その後、初出場の世界選手権では4位となった。 ありがとうございます。